日本は、テロ支援国家指定解除をするのであれば、その際にそれをカードとして十分に拉致問題の進展をのために使わせてもらいたい、それをアメリカと連携をしてやっていくと、そういうことでございます。今の段階で日朝関係、拉致問題が進展しているというふうには私は考えておりませんし、魔女狩りというような歴史を持った国でどう考えるかということは、それはあると思うというようなことを言ったら、日本の外務大臣がこう言ったということが世界的に飛び回ると困りますので、そういうことは申し上げませんそういうことは申し上げません。日本は日本としてやっているんで、よその国からとやかく言われることはないと、こう思っております。ジンバブエについては、基本的に政治的暴力の結果、野党候補が辞退せざるを得ない、そういう状況に含まれるという追い込まれるということは、まさに許されざることでありまして、国際社会としてそれに対したきっちりしたメッセージを出していかなければいけないと。